オスロ級フリゲートは、ノルウェー海軍のフリゲートの艦級。アメリカ海軍の DLAQ5A 駆逐艦をタイプシップとしているが、北海やノルウェー海の荒波に対応するため、還元を増すなどの設計変更を加えている。ボイラーは、アメリカ合衆国のバブコックウィルコックス社、主機及び補機は、スウェーデンのドラバル・ユングストローム社製であった。 本級は1960年代後半から2000年代という長期にわたり、ノルウェー海軍の最有力水上艦として活動したことから3時にわたる近代化改装が行われている。本級の整備にあたっては、相互防衛援助等制法に基づき、アメリカが費用の半分を負担した。1960年、ストーティングは計画を認可し、 1964年よりホルテンにおいて建造が開始された。1965年までに5隻が建造され、ノルウェー海軍の最有力水上艦として活動することになった。後継となるフリチョフ南戦級フリゲートの建造が遅れたことから退役も引き延ばされたが、1990年代後半より順次に退役を開始し、2007年に最終艦が姿を消して、 運用を終了した。しかしこの時点で収益していたフリ調フ、南千級フリゲートはまだ2隻のみであった。1971年に撮影されたオスロ。2005年に撮影されたベルゲン。左の画像との違いに注目。ありがとうございます。